最終戦の中日応援席、埋まる。大荒れの模様。立浪終わったな。ドラゴンズ最終戦。ついに名古屋ドームで最終戦が行われる。当日の外野応援のチケットはすでに全て売り切れであり、立浪監督の挨拶を聞きに多くのファンが訪れる。勝ったら再開回避でクッソ盛り上がりそう。最後は勝つって普通に熱い展開で締めそうやな。普通に考えたらダイブーイングが起こっても不思議じゃないよな。グラウンド内外でクソシーズンや。批判と歓声が混じった応援席になりそう。選手とドアラは反乱クーデターを起こしていいレベル。ホーム最終戦に引退試合をかぶせてる時点でお茶を濁している感じしかしない。他球団は最終戦前に済ませてるのにな。明日現地で見れるの最高かよ。挨拶短そうだな。来年の抱負言って終わりそう。それはファンが許さないだろ。暴動阻止のために何が何でも勝ってもらわないと。こんにちは、おバカたち。ドラドラ情報局は、中日の素晴らしい情報をお届けしているので、チャンネル登録、よろしくお願いします。